ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。3月22日日曜日、落合南長崎駅に来ています。新宿区最西端かつ最北端の駅です。都営大江戸線が東京オリンピック2020の広告をつけてますね。大江戸線が行ってしまったところで、ホビーセンター加藤東京へ行ってみたいと思います。はい。落合南長崎駅です。ホームから上がって、改札を出ました。ここを右側に進みます。地上に出ました。どっちに進んだらいいのか、さっぱりわかりにくい地形です。Google マップで調べると、こんな道のりです。では、ホビーセンター加藤東京に向けて出発しましょう。大きい道路に、当たりました。こっちですね。猫に小判の、お地蔵様？後で調べたら、室町時代に、猫が人を助けたらしいです。猫寺は、また今度来てみよう。こっちの脇道に入ります。赤い電車がありました。結構、近いですね。これがホビーセンター加藤東京か。20年ぶりです。この新しい建物は初めてです。赤電は、かつて京浜急行を走っていたデハ268です。赤電、綺麗に整備されていますね。では、中に入りましょう。お店に入ったらいきなり、すごいモニュメント。戸部加藤って書いてあります。中の紹介は、次の動画です。ご視聴ありがとうございました。